役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ発言せずゲームしましょう。ツラとかしても濁るだけだし、釣られますよ。回しても意味ないですよ。はい、それは白くなったら噛まれますよ。勝手な、自動的なアーマーになりますよ。狼に脅威を与えるくらい白くなったら噛まれるんで。はい。あとはね、二日目、三日目、潜伏やめましょう。なんかね、もう二日目に占いで出ようとしてる人とかいるから、もうそんなのも感情的に釣りたくなるのが人だから、やめましょう。普通にやりましょう。初日に出るべきだと思うんですよ、占いは。あとは何でしょうね。太鼓を出たら速やかに、役として出ると。次の日に出てもね、金取れないですよ。だからもう、あとは定石通りに進めていきましょう。はい。にしようで占い釣りはないですよ。はい。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。占い師でした。2番さんが白です。そうっすよね。にしようで初日占い釣りなんかってやめてほしいなって感じですかね。はい、まあ、そんな進行を取る村ではないと思ってますけど、はい。まあ、とりあえず、霊能は、まあ、一周目から出てきてほしいかな、俺は。はい。一周目からね、どんどん、人の話聞いてやっていくんで、狼見つけていきますから、なんで、一周目から出てきてください。で、騎士もね、グレーズメ盤面の時、足を取る2盤面とか以外だったら、もうスッと出てきてほしいかな。もたもた。潜伏して、釣り位置になってから出てきて、リスレートを降りて、そういうのは無駄にないんで、もう出てきて噛まれてくるから。はい、から初日、どういう場面になるか分からないけど、だからね、議論で負けてる方を釣りたいなと思ってます。まあ、黒いとこがおったら黒いとこ釣るよ。でも普通になんか議論で劣ってる方を釣っていこうかなって思ってます。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、直近の6番はそうやって、あれだよね、2周になった時に占いから釣るのおかしい、釣らないよねっていうところで言ったんだと思うけど、新進行、偽進行でやったとしても、どちらにせよ、占い派は狭めるから絶対2周だったら釣らないけどねと思うけどね。だからちょっと変な発言してたなと思った。まあ、3周だったらまああれだけど、占い釣るけど。まあ、5番さんはね、まあ、普通にシンプルな村が好きなんじゃないって感じかな。なんか、岸山とかって、ニグッチョベが起こせない場合だったらやる意味ないから、そういうの考えてやってほしいな、やるとしたらねって感じかなと思った。そうだな。霊能はまあ基本的に釣り切りだけど、脳死で釣り切りは嫌だかなと思ってるので、発言しっかり聞いて、決め打てる、決め打った方が強い盤面っていうだったら決め打った方が強いからこそ、まあ発言聞きたいな。ただね、考察に時間を費やさないとほしいなって、2周になった場合もね。まあ1周だったりする、あれだけど関係ないけど。ぐらいかな。まあ2周目しっかりお誘いしたいと思います。以上です。8番のプレイヤーが発言します。まあ特段おかしなことは言ってるとは僕は思わんけどね。まあ5番に関しては僕も同意です。6番も7番も別に引っかかる要素なかったけどな。特段黒要素、白要素ってないっすね。まあ印象はいいんじゃない？悪くはない。まあ一番印象に左右をあえてつけるとしたら、まあとりあえず5番のそのトップ位置でする発言としては、まあいい発言をしたんじゃないかなっていう印象はいいかなぐらいかな。7に関してはプラマイゼロって感じですかね。まあ強いて
言うんだったら、まあ、5番さんは発言でもしようぜって言ってたんでね、しっかりその発言で要素を聞いてみたいなっていうふうに思いましたってぐらい。はい、以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、占い師でした。7番さんが白と出ました。7番さんが白と出ました。まあそうですね、まあどんどん怪しんでいかないといけないんでしょうが、まあ、意見が、まあ、納得できるというか、まあ、まあ、村だったら、まあ、本当にそう思うんだろうなっていう5番さんの発言だったかなって思いましたね。まあ、ただ僕は、まあ、狩人は自由にしてください。出なくて僕は占って、なんで俺が会ってんだろうって言うんだったら、僕はもうそれは知らないです。ちゃんと精査して、占い1は決めます。はい。釣り1も決めます。はい。まあ、特段5、8は大丈夫だと、今のところは。1番のプレイヤーが発言します。後半が大丈夫。いやーもう8番さんが結構臭いなと思ってんだけどね。5番って進行論だけで、まあ、議論しないやつはもう釣られますからね、みたいな。いや当たり前のこと言ってるだけだから、色落ちしないなっていう風な感覚だったんですよ。で、7番が6への指摘が良かったじゃないですか。初日に占い師にしようだったら、占い幅狭めるためにグレー釣りするのは当たり前でしょうっていう。5、7で比較して、7の方が印象良くなるのに、5番が印象いいって言ってる8番さんは、なんかおかしいなと思ってるんですよ。で、5、6、7で別に悪いこと言ってるやついないって、6は変なことを言ってたのを7番が指摘したのを全部フラットに戻してるんだよ、8番って。だから8番おかしいっていうふうに9番がならないといけないのに、それを言わない9番もおかしい。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、あまり本当に色が落ちてないなと思ってますね。はい。別に8番は5番、6番、7番に優劣をつけたわけじゃなくて、普通にシンプルに5番さんの進行が良かったから5番さんがトップバッターの人の発言だったら良かったねっていう発言してるだけだから。もっと7に視点向けろとか、7良かったって言えよっていう1番では、それ主観でしかないから、あなたの。別に7番の6の研究ってあんま良くなくない？普通に。グレーから詰めるべきでしょって。そんな普通に汲み取ってあげろよって思うから。まあ、よく1番さんが、その8番さんをなんか、まあ、釣りやすそうなとこ釣り寄せてるなっていう感覚だったんやけどね、俺は。8番って2周目が全然色落ちてないけどね 別に。はい。8とか2周目でしょ。そこを釣り寄せると1番がおかしいと3番のプレイヤーが発言します。思う。はい。村人陣営、しようないっすね。はい。まあ、5番さん、初々の5番さんって、進行論だけで、正直、別に何も当たり障れないこと言ってただけかなと思うけど、シンプルに、普通に役の人には出てほしいなって、占いか、占いとか霊能には出てほしいなっていうことを言ってただけと思うけどね。まあ、それに対して8番は5番に対して、それの評価が良すぎるんかなっていう気はしますかね。だから正直8番の色がなんか、あんまり見えないってところかな。6、7が占い師出てんのにって感じかな。なんか占い師色見えてんのかなって思いましたね。で、それを言わなかった9番も臭いかなと思ってて。で、1番はだからそれを指摘したから結構無駄しねえって何？なんか印象いいかなって思うかな。2番3もどうよかな。それに対して1番3結構叩いたしってところかな。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。現状、まあ、釣りたいなと思うのは3番かな。
1番の揃った要素って良かったと思うよ。8番が5番に対していい要素を飛んだと7番も的確に5番よりいいことを言った。5番の解釈をいいようにしっかり説明して6番に提示してあげたから7番いいようになったんじゃないの。なぜ7番っていうのは5番6番7番で作用をつけた場合7番さん、5番さんがいいってなったのって感じかな。2番ってさ、1番がさ8番釣りやすそうだから8番に対してさ釣りに行ってたんじゃないのっていう発言あったけどさ、2番の評価ってさ8番ってさ2周目なんでしょ。8番が釣りやすそうなとこだったの。そんでね、2番さんが1番さんに対する指摘はおかしいかなって感じかな。それに対して3番さんが1番、2番、いい、いい、いい。8番、色わかんない。よくわかんないかなって感じかな。5番の糸をすべて取ろうと思ったら、2、2番面でも占いから釣るって進行はないよっていうふうに、俺は捉えたかな。だって、普通に占いにしようだったら、だけだったら占い釣らないじゃん。はい、以上。5番のプレイヤーが発言します。あ、3、4、5か。6番が2白で9番の占い先だけちょっと分かんなかったんだよ。8、5は精査入れてたから多分5番、8番じゃないことは分かってんだけど、後で聞こう。っていうか、あれ？あの人出ました？出てたら俺聞き逃したのか。あれ、みんなの話聞いてたけどな。まあ、出てたら、まあその人が取れば、まあ動画の色を見るしかないんじゃないですか。7番が1白ね。7番が1白か。いやー、6、7、9。まあ、9番の占い先も聞いて。いや、難しいね、これ。発言を聞くしかないよね。情報釣り的なところは、7、白か。あ、9が7、白なの？で、7番出てきたの。あー、いや、これは、7番が仮に陣外だったら、ローで出てきて、6番、芯が見えてるから釣りにかかるコースか、本当の芯か。本当の芯で出てきた感じなのか。同人だったら、ん？って感じだな。だったら何のために出るんだろう。いや、難しいね、これ。まあ、とりあえず、まあ、穏やかな感じすぎて、まあ、霊能さんが、まあ、切ってもらうしかないじゃないですか。まあ、色見ると、まあ、ね、破綻するとかしないとかって情報的なところもあるし、発言精査するってのもあるからね。発言精査で考えるパターンもあるし。いやー、わかんないな、これ。まあ、情報ずれ的な意味なら6を釣るってことだよね。多分違うかな。6番のプレイヤーが発言します。5番さんはさ、5番さんはさ、狼探す気ありますか？ないっすよね、この人。ちゃんと狼探す気があって、みんなの発言聞いてるんだったら、霊能が出てないことぐらい把握してますよね。霊能さん、出ましょうか。え、あれ、霊能って出てた？出てないよね。え、ちょっと待って、霊能出てたん？みんな無視ってことは。ああ、出てたよね。狼さん、狼さんじゃない。五番さん、狼でしょ。え、気にならない？霊能出てなかったら、グレーの精査もちょっと頭に入れてない？村人だったら。とりあえず今日どこ釣るかな？情報釣りで6って。情報釣りだったら7でも情報になるんですけど、7黒だったら9破綻だし。五番さんが一番怪しいなって思いましたね。今の発言聞いて。1周目の発言だけ聞いたら3番がなんかふわふわしてたっていうか、どっちつかずみたいな。1と2って対抗軸になりそうな感じだったのに、3番は1も2もいい、8がってかつって、8は多分ね、色落ちなしだから別に特に何も予想してなかったと思うけど。なんか7番が俺に突っかかってきたけど、何だ、5番がなんかその初日に占い師にしようで占いから釣るとかそういう変なことはやめましょうねって言ったから、それはないよね、みたいな話しただけなんだけど。占いにしようです。まあ、そんな村はないでしょう。じゃないことを祈ってますみたいなこと言っただけなんだけど、そんなおかしかった。1番もなんか俺になんか7の指摘は良かったみたいな。3番も言ってたっけ？言ってたけど。その指摘意味わからなかったんだけど、俺のなんか組み取り違いか。はい。まあ4番が決めていいよ、どこつくか。俺9行きたいけどね。9の新切れるでしょ、みんな。まあ切られへんのやったら別にいいけど。7番のプレイヤーが発言します。まあ、さすがに情報釣りで6でいいんじゃないと思う。9が狼だった場合って、ほぼほぼ俺噛まれるからあれなんだけど、まあでもさすがにまあ4守ってほしいけど。8番さんの発言で気になったのが、7番さんプラマイゼロだねって言ったんだけど、プラスとマイナスの要素上げてないよね。なんか、5、6そんな黒い要素なかったよねって言ったから、じゃあ7の6指摘が、じゃあマイナスだった時にプラスって何なのと思った。なんか、プラマイゼロって、どのプラスとどのマイナスでゼロになったのか。なんだろう、正確に上げられてないから、7、8番さん変だなと思ったし、2番さんに言われた7の6式おかしいって言ったけど、いやいや、
いや、当たり前でしょと思ったから、あの発言変じゃないと思ったから言ったまでだから、だからなんか6結構黒ありそうだなと思ったけどね。まあ別に6で白結果落ちても、9の偽が村視点を終えるから、まあ別に何でもいいんだけどね、6の色は何でもって、まあ。でもなんか6番線の発言的に結構狼なさそうだなと思っちゃった。なんか普通に釣られに来てるよなと思って、あ、ちょっと追加しますね。釣られに来てるなって思うし、どちらかというと9の方が黒っぽいよね、発言的には。って感じかな。あ、待ってよ。黒結果落ちて、どうなんだろうね。わかんねえわ。ちょっと色結果見ないとわかんねえわ、マジで。そこは申し訳ない。だからまあ、ほぼほぼ28どっちかまあ、占えば、黒い、あ、てか、28に狼いんのかなと思ってる発言変だしね。しかもまあ、6かばってるよりも見えるから、その構図からしてもなおさらなんか6って狼あんのかなと思っちゃった。かな。まあ、5番さんは何なんだろうね。なんか、発言精査頑張る、なんか、していこうって言ってたのに発言薄いよねとは思ったけど、以上。8番のプレイヤーが発言します。6が2白で、7が1白で、9が7白ってことで大丈夫ですか？大丈夫ですか？俺、9が7白かと、なんか勘違いした。まあいいや。37ロードで1番の評価集してる構図で確定かなと思ってますね。9番強振かなと思ってますかね。9が7白やったらね、俺6が7白で9が2白かと勘違いしましたわ。で、確定かなと思ってます。1番、3番が言ってることがちゃんちゃらおかしくて、7番っていう人物の8番指摘も全くおかしくて、何がおかしいか説明しますね。5、6、7で僕は印象がいいって言ったんです、5番さんのこと。素人もなんともなくて、3番に関しては5番をの HP を上げすぎって言ったけど、強いて差異をつけるなら印象がいい。この発言がどこが上げすぎなんですかね、3番さん。ただ1番も、5番と7番を比較して、5番の印象がいいのは僕の感想で、1番にとっては7番の方が感想良かったとしても、あなたの感想なんで。はい。ちゃんちゃらおかしい。まあ、1番は沼村で、3番、7番で1番に白を打って評価集してる構図。3番がグレーだったらつられ1になるからっていうか、一番しっくりくるけどな。だと7番プラマイゼロって言ってたけど、まともな発言しないから、白とも黒とも落ちないっていうだけですよ、別に。はい。プラス要素マイナス要素があったってわけじゃないですよ。であと1番にもう1個言っとくわ。7番1って6番にプラスアルファで言っただけで指摘した状態じゃないと思ってますよ。僕7振ります、新切りで。9番のプレイヤーが発言します。8番さん、6に行ってほしいんだが、6番さんもなんで、7が白だったら僕、7が黒だったら僕破綻なのかな？6番さんわかんないけど、6番さん目線9に行く必要なくない？ 7 で破綻が見れるんだったら、あ、そうだよね。7が黒だったら破綻見れるんだったら、7に行けばいいじゃん、6番さん。で、6番さん狼なんで5番さんはまあ、絶対ないかな。6がこんなに5に叩く必要がなさすぎるかな。で、まあ、不当なことを言ってるのが1と8で、2番さんがまあ、一番印象が良くて、3番さん、いや違うな、2番さんじゃなくて4番さんが一番印象がいいだね。まとめてくれているっていうぐらいの人、4番さんが。2番さんが、まあ、フォローというか、まあ。で、3番さんが、ちょっと何言ってるか分かんない人っていう感じで。1と8には両方言えるのが、まあ、自分主点の話しかしていないっていうことかな。なんでここ怪しく思えないのっていう人だから、まあ、それを不当と思うかどうかはわかんないけど。まあ、僕はちょっと不当かなって思ったけど、1が狼の時に、まあ、7が出、まあ、それはわかんないけど、とりあえず今日は6つってください。以上です。1番のプレイヤーが発言します。9番のシーンが一番ないよ。だから6番の5叩きは2周目はマットだったでしょ。だから6番の新目はかなり上がってる。で、9番上げた1、8がおかしいっていうのは、9番新視点だったら多分ないと思ってるよ。だから9番の発言が一番おかしい。
ただここで8番が1、3がおかしいんじゃないかっていうのが、8番人狼だったらかなり票を失ってるんだよ。だから8番の人狼が薄くなってる盤面。普通に5番おかしかったでしょ、霊能出さないの。3CO で。で、まあ普通に6番情報釣りで6っていう感じで。だから5、6人狼はないと思うけど、まあ、俺の勘ではね、5、6人狼はないと思うけど、発言をちゃんと聞こうとしてないっていう意味では、だから5番が最高になるでしょ。だ8番視点で1、3って上げてるけど、5番が絶対おかしかったと思うよ、2周目は。だから5番がおかしいっていう6番の主張がかなり新っぽくなった。で、情報釣りなら別にどこだっていいんだよ。それは6番が言った通りだよ。ただ、俺視点ではね、急の新切りでグレー詰めっていうのがね、強いと思ってる。5番で黒引けたらもう勝ちだから、占いローラーで。だから5番騎士じゃないなら5釣り1本して、俺は5に行く。2番のプレイヤーが発言します。グレー詰めするなら騎士出るべきね。騎士出るべき。はい。す。はい。すです、8番さん。3番さんは？発言のおかしかった3番さんは？す。じゃあ5番さん騎士じゃない？じゃあこれ。じゃあ1釣りでいいんじゃない？ 5 番さん騎士だし。生産間違えてたということで。うん。はい。7番俺芯切れると思ってて、7番って結局6番さんが狼なのか狂人なのかっていう精査しか落としてなくて、ちょろっと5番に言及しただけね。まあ、6番狼だった場合どこ繋がるかとか、7番って落とすべきだから、占いの内訳なんか関係ないやろ、7番視点って。あんまり。ラスール提示ができてない7番の芯は切れると思ってるから、俺もグレー積みはいいと思ってる。はい。で、発言単体おかしかったのは3番。1番と2番って反対意見を述べてるんよ。8番に対しての。1番は8番さんがおかしいって言ってるんよ。5番の評価おかしいって7番も評価するべきだと。自分の主観を押し付けてね。8番って5番白置きしてるわけでもなく、トップバッターとしてはいい発言だったって残してるだけだからね。何を言ってんだ1番と思って俺は。はい。それに対して3番って1番いい、2番いいって絶対ならないからね。8番を1番と同様怪しいんだったら2番さんはおかしいってなるから、3番さん。騎士で出ようよ。グレ詰めようよ。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、グレか占いかは4番さんが決めていいと思うけど。うん。で、5番さんってさ、なんか潜伏嫌ってたよね。うん。初週の、初日の時に、まあ、占いは伝統、ん？うん。なんかすぐ出てきてって言ったよね。で、7番さんが6級に対して、遅めに出てきたやん。うん。で、その時点であなたって7番の信用数って結構下がるんじゃないの？ 6 級でなんか見てて、6ずれって言ったけど。うん。なんか5、7で、なんか陣がやってるのかなっていうふうに見えたかな。うん。で、7番って、6級対抗やのにさ。で、8、2がなんか人外とか言ってたやんか。うん。し、7番はだからおかしいこと言ってんなと思ってから。うん。6級で人外やったら、人外の対抗で人外やから、狼一人しかおらんと思うけどね。うん。あれかな。んで、あと1番さんかな。1番さんって最初に9番の芯切れへんっつって、で、6、7に対して触れてて、で、5番さんに対しておかしいって言ってさ。で、結局なんか5番さん行こうよって話になってて。なんて、9番さん新規入れへんやったら9番行ったらどうなって思うけどね。うん。普通に占いさん、さんに出てるんやろ。そしたら占い図でいいんちゃうかなって俺は思ってるけどね。うん。1番さん黒いかなって思ってる。俺は。はい。これかな。4番のプレイヤーが発言します。グレー詰めは厳しいかな。あんまり、6番、7番、9番で、全員、芯っぽい要素が少なすぎるかな。
あの、5番に疑ってる人あるけど、5番って別に霊能出さす、気にならないのって、5番発言の中か、あれ霊能出てないのって、俺が発言聞いてたけど、出てこないってことは出たのかなって言ってるまでだから、あと別に5番が、3番が言ったけど、5番に対してめっちゃフォーカス向けてるんだけどさ、あの、潜伏嫌いですよ。2日目まで潜伏するなって言っただけで、別に1日目の潜伏に関しては何も言ってないって感じかな。はい。まあ、あの、ね、ここで僕が言ったらね、みんな指定し、あのね、それに合わせてとかあるんで、はい。あの、占い師一番偽っぽいとこから釣りましょう。はい。僕はもう決めてます。はい。まあ、芯切れんじゃねえかって。ただ、仮に一人が芯切れる要素あっても、その他二人から芯っぽい要素が取れない限り、グレーズメは危険かなって思ってるからな。一つの色を見ることが大事だと思う。まあね。6っていいんじゃない、もう分かんねえから。はい、僕の考察2日目まで。黒か白か見たら9番の肌が分かるから。はい、バンバン釣った理由にせざるを得ないと思うから。それ以外は分かんないかな。まあ、ライントーンも見えてくんじゃないと思ってます。はい。うん、そんなもんかな。うん、できればこの場面、はい、なんかめっちゃ5番さん HP 低いけど。釣られる可能性は5番さんじゃないよ。分かんないよ、でも誰が死んだわ。8番、1番、2番、3番、数でしょ。あれ、679に誰かいんの？はい、じゃあ。全プレイヤーの発言が終了。その疑いさ、どんな根拠がある？この村、6番、2番だって黒いし、1番だって黒いから、まあ、とりあえず6。意思出させてる時点でマジ、6回だから。だから6人分超えるから、もう6。投票が終了しました。行けっつってのに。だったら9番なんてじゃあげならよかったじゃん。6番の遺言を発表してください。遺言を発表してください。色未来いいだけ。はい、遺言を発表しますけども。悪いけどもうこれわかんねえから6番のは。いやもうグレーズメでしょ。金だったらまあもうかなりきつい盤面だけども、まあ、村が論外な行動を取ってるから。残念です。1、2どっちかが村なのに論外な行動を取ってるやつがいるから。騎士の方はその疑いにも、うん、これは6番の色を見ることで全ての謎が解けるし、最悪7級に紙が入ったら2縄使えるから。ただもう色が見えない中の2縄で8、1、2、3が殴り合ってもらえばいいだけだから、俺は騎士だし別に。今回は4番を残す進行だな。6の色を見ないことには9番が偽か真かが分かんないっていう消極的な作戦だけど、しょうがないんじゃない、もうこれは。夜が明けました。消極的だけどね。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに3番のプレイヤーが発言します。1黒うん、3黒。7本が3黒。はい。で、6白？はい。じゃあ7、うん。うん？ 6。むずいな、ちょっと待って。はい、9つって3つろ。もう、9番に。まあ、9番偽ね。7番の偽は分かってる。各陣が6か7に芯がいんの。6が。6芯じゃん。9番偽だから1番のあれは取り消しだよ。急遽。ちゃうわ。バンバンしてもう6しかねえじゃん、芯が。だから1か8じゃん。だから3番って疑われんだね。もう3でいいんじゃない？もう、めんどくせえから。でもな、このシチュエーションで。まあ、とりあえず俺は7番かな。うん。とりあえず黒打たれてるし。7番が死んでるんで。陣がつけてるんで。まあ、9番ローっぽいな。そうなるよ。そうなったら7、5でさっき、初心打ってた7、5。で、6が。13っぽいんだけど、気のせい、これ、本当に。6強かな。強人、うん、これ。え？ 6 強で。3番ってわけわかんないんだけど、こういう人なの？言ってるぐらいかな。はい。9釣りだよ、9釣り。か、7強の、あ、でもあれか。え？今日破綻しちゃうわ。え？ 4 番のプレイヤーが発言します。はい。9番さん、破綻っすね。はい。まあ、9番の芯が一番ないなと思ったんで、9番投票したかな。はい。
ぐらいじゃないかな。あの、1番が9番に指摘して、まあ、あの、なんつうの、1番、9番のライン切り、さらに9番が1番に黒を突こうずって、6番の色が分かる状況かね。分かる？ 100% 一角してる状況下において、6番が1番に黒を打ってる構図って結構6、91のライン切り等も見えるから、しっかりね、1番さんの発言を聞いてほしいかなって感じかな。3番、3番目把握できてません。はい。あ、この状況下、あの、別に、9は確実にせなので、9つって、はい、7の発言を2回聞きましょうって感じかな。はい。7が真だった場合、3つった終わりね。はい。で、9が真だった場合は、5、8、3、1、どれかなっていう感じかな。もうそれしかないんで、はい。ぐらいかな。なんか、村の人もいろいろね、いろんな構図があって、あんまり白っぽいなって思う人がいなかったんで、何もできませんでした。はい。ね、9番釣ろうってね、言えればよかったっすけどね。はい。まあ、6番が黒って可能性もあったんでね。はい。6番黒だった場合は、7番三振かなっていう意見もあったし、わかんないです。まあ、なんでもいいや。まあ、6番強靭ってあんま見にくいよね。だって9番釣り押しっていうかね、初手から。はい、そんぐらいかな、以上。5番のプレイヤーが発言します。6か7に芯がいるってことなんじゃない？ 6 か7に芯がいる。7番が芯だったら9、3ってことか。6番が芯だったら分かんないってことか。6番が芯だったら、6番が9言ってんの。ああ、9番が釣れそうだからか。どっちの意味で言ったんだろうね。まあ、6番が芯だったら厳しいんじゃない。この村ってマジで何してんの本当に。お前たちって舐めてんのこの人狼ゲーム。1、2番ってお前らだよ。三塩で騎士だ立ててグレーズリットお前ら舐めてんのかよお前らはよ。一二の乱でいいよお前らは。お前ら投票するな。お前らはまず謝罪しろ俺に対して。お前らの舐めた進行するなって俺は言ったよな。占いが出ねえで潜伏選ぶ今日よ、所詮よ。舐めてんじゃねえよまずよ。で、昨日もなんだ占いの、占いずりする奴ら西洋で舐めてんじゃねえよまずよ。一回は人狼だったけど。村だったらちゃんとした行動を取れ！西洋で占いから行くやつなんて気違いだろうよ。気違いは人外なんだ。わかったか？村だったらやめろ！三四洋で占い行かずグレー！お前らは舐めてんじゃねえよ、ジニバー！謝罪しろ！舐めてんじゃねえ、この人狼ゲームをよ！7番のプレイヤーが発言します。まあなんか4番さんもなんか結構めちゃくちゃだったけど9の芯絶対ないからね。3番さんってなんか37ローロー9強人かなって言ったけど。いやまあ、構わないけど、9強人なんだって。いやー、そっちで追うんだと思ったけどね。まあさすがに3番さんの発言的におかしくないと思ったけどね。しかも9番さん、真っ先に見るのって9番さん偽でしかなくないって。9番さんの黒一切追ってないんだと思っちゃったね。3番さんって。まあいいですけど。あ、破産じゃない、8番か。あれ、ちょっと待って、間違えた。ごめん。3番、誰、あ、そう、7号、あ、ごめん、75だ。7号で6強人って言ってたけど、なんで9、7号ローロー 6強人って言ってたけど、なんで9は一切弾いてたの？ 3 番さん、ちょ、ごめん、8番さんのメモとちょっとごちなってたわ。誰も拾、4番さんが拾ってくれなかったけど、9が俺の真意どうあれ、9番さん確実に偽なんだから、なんで3番さんって9から釣るじゃなかったんだろうね。まあ3視点ね。7も偽かもしれないけど、9の方が偽濃度は高いからね。俺が、語りで本当は白だったけど黒だった可能性もあるし、あなた視点別に7から行こうとはならないからなと思うけど。まあほぼほぼ勝ったと思うけどね、3ってなんか変なこと言ってて、しかも6投票してるのおかしくない？ 3 番さん。7怪しいんでしょ？ 4 番さんは怪しいところ行きましょうって言って、3番は7の6への指摘は不当だって言って、7を叩いてるし、1も叩いてるし、17であれでしょ？ 9、3が17で見せたかったんでしょ？だから1と7を叩いて5も叩いてたんでしょ？ 7 叩いてんなら7投票すべきだよ、3番。8番のプレイヤーが発言します。
はい、9つって7つって3つります。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。おかしいですね。あ、ごめんなさい。間違えました。僕、初日6番さん白でしたわ。あ、ごめんなさい。これはごめんなさいですわ。それは白を出ますわ、4番さん。ごめんなさい。なので、まあ、17ローローですね。はい。難しかったですね。まあ、一番差がなんでこんなに突っ込んでくるのか分かんなかったんですけど。まあまあまあ、そういうことだったんですね。はい。まあ、8番さんが言う、まあ、9つって7つって3つる。まあ、それ、村負けちゃいますけど、まあ、まあ、それでもいいんじゃないですかね。はい。まあ、8番さんがそうするって言うんだから。それでいいんじゃないですかね。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。9番さんはもうね、破綻してるんでいいんですけど、でも8番さんは2周目7の新切りだって言ってたじゃないですか。7番人狼で考えた場合は3の相方が一番低いっていう風に視点になる。6番死んで2番死ぬでしょ。で、8の視点でなんで今日は7、1ローがなくなったのか。それは聞きたいかなと思ってる。7番は新ローだよ。6番も新強だと思ってるから、6が新なら2番白なわけよ。で、7番新ローだって相方8だ。7番新だったら3が黒。で、確かに7番の指摘で3番視点9のローっていうのがあったのに、9をずっと強靭で見てたのは3視点なんでなのかっていうのは3番は明日ちゃんと言うべきだと思ってる。6芯だった場合2番白だよ、3視点。だから3視点は1、8でどっちが人狼かっていうのをちゃんと明確に言ってほしい。8番視点で今日でもう9、7、3っていう順で釣るって言ったけど、なんで昨日は7番偽だったのに今日は7番が3黒で3に行こうと思ってるのかっていうのが、9番には偽だけは分かったけどね。5番さん、今日7ローの可能性があるから9の新切りしてるからグレーズにいけるんだ。9さんなのかどうかが分かんないんだよね。ただ俺は噛まれるからこんな最後まで精査しないから、この恐ろしい村っていうか、あんたらのせいでこう黒打たれてんだと1、2番よ、お前らよ。9釣り、お前らって何かないでちゃんと精査しろよ、お前らよ、はい、村だったらね。あんたらのせいでこんな状況になってんだ。3番が村、狼だったらいいよ。6番が急投入してんだから真の可能性もあるわけだよ。強靭になったら意味わかんねえんだよ、もう。9番がローが見えるはずなのに9番に行ってんだから。だから、7番ローの可能性、急強7ローの可能性が結構ある盤面なんだって、これ。その盤面どうやって数の、あんたら。1か2どっちか村なんだよ、確定で。そんなふざけた進行を取ったことによって3番がバグってる村かもしんないんだよ。負けんじゃん。こうやって勝つのこの村。3番つって狼だったらいいんだけど。おかしいですね。今日1番さんつったらワンチャン、あれ勝ってたはずなんですけどね。いや、7白で、あ、これ4番さんが偽か。あー、そりゃ勝てないよ。1番さんよかったね。みんな7つって3つってるって言ってるから一番さん勝っちゃった。石を出させる進行を取って勝てるわけねえだろ、こんなこのレベルじゃ。まあ、うまいやつらは騎士なんか出なくたって精査するんだよ。騎士がどこにいるか想像しながら精査するに決まってんだろ。一番さんの苦労はないのかな。騎士出させなきゃ精査できないやつっていうのは一段階下なんだよ。これ騎士が出なくても精査してる人よりも一段階下回ってんだ よ。レベル的なものは残念だけど。騎士がいた1000円かけた中で精査ができるようにならなきゃならないんだよ。もうそういうゲームが多いんだから。人狼に気をつけ、騎士の方は夜のそういうのを描いていかないと、勝てるものも勝てないんだよ、もう。その疑いには、どんな根拠があるか。まあ、ほぼ4神入るだろうけどね。守るとこねえわ。7って一応だよ。別に守んなくてもいいけど、ほぼ4神入るように、4神が俺、神が入るよね。ほぼ4番か俺神が入るけど、7番がローの可能性もあるで、6番が。夜が明けました。7番が出てきた。忘れたな、7番。昨夜は、
1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。だからお前ら1、2番なんか言うことあんだろ。おめえらよ、三しようでグレーズリなんかもうしない、騎士出させないって言えよ。お前らはよ、発言の時に。子供でもできんだろ、お前らよ。三しようでグレーズリじゃねえんだよ、占いなんだよ。グレーズリってわけのわかんない騎士外進行してんじゃねえよ、人外進行なんだよ。三しようは初日は占いなんだよ。二しようはグレーは霊能なんだよ。わかったか。それ以外取ってるやつは人外行動なんだよ。人外と同じことしてんだよ。行動正しくしろ、お前らはよ。単勝で騎士を出させる？村でやってる？じゃ、ゲームやめちまえ、お前らは。村は村の行動するゲームでなんで人外の行動取ってんだよ。だから2のプレイはレベルが低いって言われるんだよ。恥なんだよ。偉大な殺腕プレイヤーのトップレベルのナンバーワンな。そんなことはしないんだよ、絶対に。わかるか？ 3CO で占いに行けない奴はただのチキンなんだよ。ビビリなんだよ。トップは信号つっても勝つんだよ。ただ、騎士を出されてどうすんだ、この盤面。6番が7番に信がいるけど、7番が死ねたら3級だけど。一応6番の級同士してるから、9番、巨人、7番、ローマであるんだぞ。そうなった場合どうすんの？ 3 番がこういう風にバグってる、ただの村かもしんないんだぞ。騎士が出なければ安易に黒が打てなかったのに、騎士を出させるグレーからって、お前らっていうのは精査もできなかったらゲームやめちまえ、1、2番よ。お前らをな、役立たずのゴミって言うんだよ。ちゃんとゲームしろ、謝罪しろ。のプレイヤーが発言します。なんか、7つった後1つられそうな未来しか見えなくなってきたわ。5番さん怖え。でも考察ほぼ落とせないんだよな、俺。もう座っていいですか？まあ任せるよ。まあ俺視点3行けば俺からいいんだけど、村視点7から行って3行くのかまあ知らんけど、7から行って1行くのか知らんけど、いやなんかワンチャン負けそうなんですけど、怖えな。まあ僕はとりあえず3番に投票しますよ。3番さん、なんで9番の狼を追わずに9番さんは強心なのか教えてほしいな。教えてほしいな、3番さん。まあ、それ、しかも、75で6強人って言ってたからね、一応。その一言があったからね。真っ先に7の占い結果どうであれ、9番さんが偽でしかないから。ワンチャン俺がね、まあいいや。いやー、ワンチャン負けそう。怖い存在がいますね。以上。8番のプレイヤーが発言します。の1番に答えると37クラガコイだと思ってたから、まあでも普通に3級で9番で初日6出てんだ。9番初日6、まあ9番強人っぽかったけどね。多分73が癒着消すためにクラガコイしたんだと俺は思ってるけど、この71だった時って多分7番って3番に白出した方がいいんやね。で3番の評価をした方がいいから、まあ分からん。まあでも僕は 3番も擁護しきれんと思ってるけど、バグり散らかしてるんで3番に、これで3番以外つって負けるのが嫌なんで3番にしか行かないっすね。かなー。まあ当たるかどうかわかんないけど、まあ普通に表で3級っていう世界もあると思うけど、3級で7が残念心っていうね、世界もあるかもしれへんけど、俺は37の黒が声だと思ってるよ。で、37のラインを消したいんだと思ってる。まあ深読みだったらごめんやけど、まあどう転んでも3しか釣らんので、まあ7釣って3釣りますね。はい。1番のプレイヤーが発言します。いや、8番が人狼だったらうますぎだなと思ったね。人狼、87人狼で、初日に7の新切りして、で、今日は73の黒がかるんでしょう。うめえなと思ったね、8番人狼だったら。その考察、87人狼だったらできないなっていうふうに踏んでる。あとは7進か6が進化だけど。6シーンで、
サンクロなのか、まあね、まあでも、ちゃんとやるべきだと思ったけど、ほぼサンクロだよ。ほぼサンクロ。だけど、まあ、5番さ、6番さん白結果だったでしょ、5番さん。だから一番弱いんだって、情報釣りが。だから、グレー詰めで、で、占い審議は明日っていうのが、やりたかったわけよ。で、8番と俺は同じ思考だったね、と思って。なんで8番の評価もう今日評価一周してるんだけど、ただね、村だね、やっぱ。あの考察は出ない。何が弱いだよ。占いから釣れないやつの方が弱いに決まってんだろ。グレーズリしてたまたま結果が当たってでもダメなんだよ。占いズリするしかないんだよ、もう。8番さんは強いプレイヤーですね。弱いか強いかじゃない。それをやるしかないんだよ。そういうゲームが多いからだよ。こういう勝ち方を覚えない人の方が問題なんだよ。あの、もう3番ズリしかないからね。8番も1番はもう3番でロックしとるんでしょ。で、俺も3番だと思ってるから、もう3番ね。7いって3、3いって7一緒だから。うん。3で終わったら3級ロールを。はい、それだけだよ。3番ロ、3番がローでしかないからね。あの、まあ、発言全部黒いですよ。もうこの村は。なんでかっていうと、もう無理だから。初週に、1番が良かった。続いて2番が良かったっていう思考展開が、7が偽だったら2番もまずなり得ないからね。3番しか1番がおかしいと思ってるんだったら。8と1は分かんない。2番がおかしいになるべき。2番だけは多分白なの可能性が高いから。で、昨日の3番の発言で、6番強人かなって言ってること自体がおかしくて、3番ってまず村視点で9番が破綻、7番が3番に黒。もうこういうプレイヤーかもしれないけど、6進でしかないから3番。致し方ないんじゃないもん。だって8、3番が6強かなって言ってること自体も視点破綻だから。はい、3番釣り。もう本当にさ、占いに行けない弱い村の典型例だと思うけど、本当に7番が死んだったらいいけど、はい、3番行って、あなたたちは負ける原因は騎士を出させて3番に黒を打たせてしまったことなんだよ。弱い奴らのもう頭の、はい、頭の悪い人たちの進歩を取ったんだよ、もう。非常に IQ がものすごい低い。先般レベルのもう。おさあ、まず早く終わろう。うん、時間の無駄だ。まあ、6村でやる意味すらないもん。最初は盤面ハーブは4番が白って言ってたから、遅れたってだけかな。うん、で、5、7、ローローって言って9強人って俺言ってんな。うん、7番さんに作る。別に6強って言って最初に言ってただけで、別に6番の強人がどこに繋がってるとか全く言ってなかったけどね。うん。はい、あ。それぐらいかな。うん。なんだ結局奈良さんは、うん、どこしろってなんか見てっけ、もうきついんだけどこれもうほぼ無理じゃん。今日乗らない席とか、ね、言ってなかったんじゃないかったん。ほぼ無理じゃん、うん、これ全プレイヤーの発言が終了しました。ほぼ無理じゃん。これから投票もういいんだよ。さあ、バイト終わろ。その疑いには無理。どんなに大せない。もう812のやつらが悪いんだよこのゲームは。3番の村で黒を打たせてしまった。8、1、2の、あ、1、2の論外なプレイだよ、もう。だからもういいよ、もう。3番はもう、は、と、と、跳ね返せない。しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム普通に進化よ、7番が。焦った、ワンチャン負け。